どうもこんばんは。自分は最近23時になったら ASBR のことを軽く調べるっていうのを日課にしてるんだけど、先ほど時間的にはまあ大体10時ぐらいかな、10時ぐらいにオールスターバトル R オフィシャルニューキャラクターズトレーラーっていうものが IGN っていう海外のゲーム情報局の方で発表されたので、途中まで見て、あ、これゴブ PV だなってことでシークバー戻して撮っております。おそらくこれゴブ PV です。完成度が違うからゴブ PV です。これやっと来たね。バンダイナムコの公式チャンネルの方ではまだ出てなかったので、先出しということで IGN さんの方から出してるのかなってところもあるんですが、まあ何にせよね、ちょっと見ていきたいなと思います。皆さん一度公式の情報を自分の目でね確かめてから僕の動画を見てください。ということで早速ですが動画見ていきたいと思います。毎度のことながら自分が喋ってない内容のところは基本カットしてます。完成度違うんだよな。これゴブ PV さ、めちゃくちゃかっこよくね。もうこれだけでゲームだもんな、もう、もはや。ゴブゲーって言われても違和感ない敵なんだよな。いいね、アニメ版の声優さんだもんな、ブチャラティとかもね。かっけえな。アニメ版のミスターのさ、喋り方めっちゃ好きなんだよな。なんか癖あるよね。いや、ディアボロかっけえな。おー、まあ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 、トリッシュは来る。トリッシュは来ると、分かっていた。あ、出た、この、ダウン追撃だ。アイズ・オブ・ヘブンで、腐るほどやられたダウン追撃。アリー・ベデルチ。おー、マジか。プロシュート&ペッシーで出てくんだ、いいな。ペッシーいて笑う。プロシュートの背後にペッシーいるじゃん。こうやって出てくんだ。思いっきりガッツリ出てくんな。そうなんだ。あー、そう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 。いやー、ギャッチョな。ちょっとこのキャラはね、リークというかさ、ポスターに書かれてたのがね、バレちゃったっていうのがあるんだけどさ。めちゃくちゃいいな。あ、めちゃくちゃいいわ、これ。いやー、いいわ。あ、ディアボルのこれマジでかっこいいよな。めちゃくちゃ楽しみだな。来たね。いやー。あ、全キャラ出たってことか。オールジョジョズユナイトだもんな。いやー、全キャラ DLC は除くが発表されたってことですね、これでね。ということはさ、ちょっとあれじゃん。ビンゴ埋めるわ。DLC がね、まだ来る予定があるので、まだ挽回チャンスはあるんですけど、だいぶ外れてるね。めちゃくちゃ外れてるじゃん、今思うと。でもまあトリッシュ出たのいいな。リゾット来ると思ったら来なかったな。ギアッチョなんだよな。プロシュートとペッシュありがたいな。これちょっと2枠埋められる。1列もねえぞ。おい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 。めちゃくちゃ下手な岸辺露伴の真似しちゃう。おい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 ってやつ。ペッシュ丸。はい。で、終わり。てかさ、ちょっと待てよ。このさ、ウェザー真ん中でさ、120% 来るとか言ったのさ、嘘じゃん。恐竜デーゴ来ると思わなかったんだよな。世界デーゴ絶対来ると思ったけど、恐竜デーゴは来ると正直思わなかった。リゾットと世界デーゴが来たら、挽回ができる。自分、アイズ・オブ・ヘブンキャラはね、全員来ると読んでたから、この辺の列をさ、アイズ・オブ・ヘブンキャラでさ、固めたんだけどさ。あ、まあ、プロシュートは別にね、プロシュートはなんかリークがあったからこっそり入れたんだけどさ。あと、8部キャラな。8部キャラがさ、ジョースケだけは寂しいよな、やっぱな。あと1人ぐらいは咲いてくると思うので、その辺もね、楽しみにしたいと思います。現段階で50キャラいる上に、馬王とプッチの無料 DLC 含めたら52キャラじゃないかな、多分。なんで、もうすでにね、50キャラ以上確定なので、もうそれだけでも嬉しいです。あとね、このアイズ・オブ・ヘブン組がね、出ることっていうのは、まあ DLC に期待しようかなと思います。ということで、いよいよね、発売がもう来週に迫ってるので、すごく楽しみですね。ということで、ここで動画終わります。自分はスイッチ版を買うので、スイッチ版買う方はぜひ、一緒に対戦しましょう。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。アリーベデルチ、バイバイ。